あまりにじみとかかすれを説明的に書いてあります。肉付けしてたり肉を添えたり自分のスタイルっていうものもできてくると思うんですよね。この書道で勉強してる方、多く見ていただいてると思うんですが、書道に載ってるお手本は、参考手本はあまりにじみとかかすれを極端にするとどうやって書いたか分からなくなってしまうので、かなり説明的に書いてあります。で、
これを自分なりに肉付けしていくという考えで書いてください。雑誌に載ってる参考手本のように書いても作品にはなかなかなりませんので、この課題のお手本を元にして自分なりに肉付けしていったり肉を添えたりとかっていう工夫をしていってください。そうすると何枚もこう書いていくと自分のスタイルっていうものもできてくると思いますのでね、そういった勉強方法を取るようにしてみてください。